テレビの前のみんな、PS5 欲しいか？まあ、何も聞こえないけどね。Eテレでやってるこの流れ全部嘘だからな。騙されんなよ、子供たち。まあ、それはそれとして。よいしょ！買いました、PS5。もちろん正規の方法でね。だから今回はどうやって PS5 を手に入れたのか解説していこうかと思います。それでは、やっていきましょうか。今のところ PS5 を手に入れる方法は、抽選かゲリラ販売しかないのですが、今回はゲリラ販売を利用しました。実は PS5 はちょっと調べれば、意外と家電量販店でのゲリラ販売で普通に買うことができます。しかし転売対策として、その家電量販店のカードを作らないと決済できないっていうシステムにしているところが結構多いみたいですね。だからまずはカードを作ります。今回私が作ったのはヨドバシカメラのカードです。ヨドバシカメラは PS5 のゲリラ販売に強いらしいんですよね。ヨドバシカメラのカードは1、公式サイトで申し込み、2、ヨドバシカメラ店舗で銀行口座紐付け、3、2週間以内にカードが来るっていう感じでしたね。私の場合は、9日で来ました。ステップ2、情報集め。PS5 のゲリラ販売情報を集めてるサイトとか、Twitter とかにどこのヨドバシカメラで PS5 が売ってるか書いてあるんで、カードが届いたら PS5 を買う日の朝に調べましょう。ステップ3、急いで行って買う。あとはヨドバシカメラの秋葉原店に行って急いで買うだけです。6階くらいにあるゲームの売り場のレジに直接行くと、整理券を配っている人がいるので、その人にカードを見せ、希望のエディションを伝えると整理券がもらえます。その整理券を持って専用のレジに並ぶと、そこで購入が可能です。これによってね、9日で PS5 を買うことができました。PS5 がマジで欲しいっていう人は試してみてください。じゃあ面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは、また今度。